情念つかさチャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。来ました、ついに聖子姉さんが出馬ということになりました。いや、今かと待ってたんですけどね、直前にね、推薦人一人逃げてね、二階幹事長に一人借りに行ったとかいうニュースが流れてて、お、これやっぱ無理かと思ったらですね、なんと立候補する方向でね、もうほぼ確定ということで、日経新聞に速報が流れておりました。ちょっとね、こちらご紹介します。自民党総裁選、野田聖子氏が出馬へ、四氏の争いにということで、自民党野田幹事長代行が総裁選に出馬する見通しとなった、立候補に必要な党所属国会議員20人の推薦確保の目処が立った。17日中に正式に出馬を表明する。無派閥のほか、二階派や竹下派の一部の議員の支持を取り付けたと見られる。総裁選は岸田文雄氏、高市早苗氏、河野太郎規制改革担当省との4人の争いとなる構図が固まったということで、聖子姉さんはですね、ご自身のブログで、自身が動く必要性を強く感じ、残された期間で準備に入る覚悟をしたと改めてですね、出馬への意欲を示していたんですが、過去3回の総裁選でね、出馬を検討したけど推薦人が結局集まらなくて全部断念してたので、今回ね、立候補ということになりました。野田聖子さんね、どんな方なのかということでね、これちょっとね、ご紹介しておきたいと思うんですよ。これまあ事実なんでね、事実だけですよ、僕が今から言うのはね。1960年生まれで北九州ご出身だそうです。岐阜県会議員1期やった後ですね、郵政大臣、科学技術政策のね、特命担当大臣とかね、総務大臣、男女共同参画の担当大臣とかね、自民党総務会長、予算委員長、自民党政治改革実行本部長などね、歴任されまして、そして現在に至るという方です。なんかね、87年にね、当時最年少で岐阜の県会議員ね、26歳で初当選してね、その後ね、衆院選立候補したんですが、自民党の公認がやられないで落選したそうです。90年ね。その後93年のですね、あの日本新党の選挙だよね、自民党が下野した時の選挙で、なんと自民党にも女性議員をというね、掛け声で初当選しまして、公元派に所属しました。その後ね、まあいろいろあったんですが、一番ね、この人が注目されたのはね、2005年のね、郵政選挙ですね。郵政選挙の時にこの人は特定郵便局長会を応援してですね、郵政法案造反のですね、リーダーみたいな感じでなってですね、小泉さんから切られまして、自民党離党したんですね。刺客を送り込まれたんですけど、なんとか勝ってですね、それでまあ2006年第一次安倍内閣の時にね、安倍晋三さんの政策によりですね、復党したと。この時にね、郵政改革法案に賛成するというね、念書書かされたりとかして、踏み踏まされたりとかもしたんですけれども、そのありました。で、復党してからもね、内閣府特命大臣等をですね、歴任してですね、ブイブイ言わせてらっしゃいましたということでございます。まあ自民党のね、総裁選の出馬断念はね、もう過去何回もあったんですけれども、どんな政策を言ってるかというとですね、かいつまんで言うとですね、まず男女共同参画、少子化対策ね、これについて非常に積極的に進めるべきだというふうに言ってます。ご自身も不妊治療のね、体験などをしておりますので、少子化対策をね、特に力を入れたい政策課題というふうに言っております。それから夫婦別姓に関してはですね、導入に賛成する立場を取られております。それから表現規制についてもですね、子供のですね、ポルノアニメ漫画の製造や提供を規制する法律を提唱していることも、これも知られてます。これも事実ですね。過去はそうだったところですよ。この後どういう政策を出すかわかんないですけど、こういうこと言ってます。それから南シナ海問題についてね、ちょっとあのチャイナに甘い顔を見せているというかですね、日本は独自外交に徹するべきだという趣旨の発言をしてですね、ちょっとチャイナに寄り添うかのようなことを言ってるということで、ここね、このチャンネル見てる方とかは結構疑問視してるところかなというふうに思います。それからですね、暴力団との関係ということでね、2017年の9月21日の週刊文春にね、現在の夫である在日韓国人の一般男性が、指定暴力団、会津虎徹会傘下の正山組の元組員であったということが報道されてですね、まあ正山組ってまずどんな組かというとですね、2000年2月に組長が殺人事件で実刑判決を受け、同年に解散している、そういう組でございます。週刊文春の記事がね、名誉毀損だということでこれまあ訴えたんですけれども、大筋ね、名誉毀損を認められたんですが、夫は元暴力団員の部分は行い得る裏付け取材をしており、真実と信じる相当な理由があるとして、この部分で名誉毀損は成立しなかったということがね、ちょっとネットを賑わせていたということでございます。ということで、そんなですね、野田聖子さんが立候補することになってね、この総裁選どうなるかということなんですが、高市さんをね、日本で初めての女性総理にということでわーっと応援してた人たちからするとですね、なるかどうか全く別ですけど、仮に野田さんが総裁になっちゃったとしても、日本で初めての女性総理ということになるので、ちょっとある意味争点潰しな感じしますよね、高市さんに対するね。ただ女性総理云々っていうのはさ、僕はちょっと実はどうでもいいと思ってて、だって女性だろうが男性だろうがさ、素晴らしい政策を実現したいという人に僕は総理大臣になってもらいたいと思うんで、別に女性なんとかって別にそんな大きなファクターじゃないと僕は思います。二人の政策を比べた時にまさに正反対と
然反対です。まずは夫婦別姓はだって高市さんは反対の立場を取ってますし、それからね、南シナ海のチャイナの問題に対してはね、もうガンガン行けと、徹底的にね、このサイバー攻撃も含めてもう日本をね防御するためのことをやらなきゃいけないっていうようなことを言ってますしね。ただ表現規制についてはひょっとしたら高市さんもこれ賛成してたというね過去の発言ではなってますので、これ高市さんにちょっと直接聞きたいんですよ、表現規制今どう思ってるかということね。ここはちょっと意見が一致するかもしれないなということで、まあ概ね反対の立場ですね。あと経済政策についてもですね、過去の野田聖子さんの発言からするとおよそ高市さんの言ってることと反対のことを言いそうな感じです。まだただ明日記者会見やってね、正式に出馬表明してそこでもある程度政策も言うので、過去に言ってたこととひっくり返す可能性もあるでしょ。あとうやむやにする人もいるでしょ、誰とは言いませんけど、もうあるので、ちょっとあんまりここで過去にこう言ってたからっていう形で野田さんを批判するのは妥当ではないかもしれませんが、とりあえずまだね何も発表してないところで類推すると、過去に言ってたことのね延長線上にその政策があるとするなら、経済政策については高市さんとも正反対の政策を基本的にやってます。財務省そのものみたいな感じの人でしたね。実際にこれはね明日ね記者会見でその経済政策発表されたら、私は詳しく野田さんの政策論評しようと思いますけれども、高市さんがねそういう意味で言うとドンピシャですよ。プライマリーバランスのね黒字化目標はインフレターゲット達成するまでは放棄すると、これは一番増税が最後になりそうな人ですよね。その次は岸田さん、その次は河野さんなんですけど、もうなんか野田さんに至ってはなんかもう明日公約で増税するとか言いそうな感じするんですけど、大丈夫かなと思うんですけどね、言わない方がいいですよって意味で今ねご忠告申し上げてるんですけど、そういうところでございます。ということでこの後ですね、野田さんが出たことによってね、女性なんとかっていうのにこだわる人にとってはちょっとこう争点がねぼやかされるんで、どうかなというところですけど、政策ではもう割と際立った対立軸がお二人にはありますので、そういう点では大丈夫かなとは思うんですけどね。いいですよ、オールスターでね3人から4人だって賑やかになっていいじゃないですか。それで大いに盛り上げてね、マスコミもぜひね盛り上げることに協力してもらって、まあ立憲民主党をどんどん埋没させていきようなというふうには思いますけどね。まあ枝野さんもなんかね、もうこの件でねもうかなりちょっと頭に血が上ってるみたいでね、キキキキなんか面白いことをおっしゃってますけど、ちょっとねまともなやっぱ政策論争しないと、この4人の候補誰も減税言ってないんで、立憲民主党減税言った方がいいよと思うんですけどね。ということで、いずれにしてもね、その政治家の議論というのは国民のね経済構成を高めるためにプラスになるようなことをぜひ言ってもらいたいなと思うんで、野田さんね本当に財務省の言う通りやって国民の経済構成改善するのか良くなるのかよーく考えてね、明日の出馬会見に臨んでもらいたいなというふうに思いました。ということで、今日の内容面白いなと思った人は高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガオー。